千年女優はまさに老作だった、うん、そこにぶち込まれた膨大なアイデアと作業量にただただ感心した、うん、はい、だがあのラストシーンのセリフを聞いた瞬間私は思った、違う、いきます、はいはい、カット、あ、違うわいや、なそんなうまくできないならやんなくていい3秒前3、何もないだろう、生でもないんだから、スタート、はい、おまけです、いや、いや、悪いなスタートって言った割には変なもあるし頼むよ、おまけの夜でございます、どうも、僕は映像作家でおまけの夜の人、柿沼です、どうも、映画チンピラジャガモンの斉藤です、はい、このチャンネルは、深夜のファミレストークのひらめきがテーマの、うん、カルチャートークチャンネルでございまして、はい、一本でも映画が好きな好きと言っていいチャンネルでございます、うん、そして、今ですね、4回連続でコンサトシ特集をやろうということで、はいはい、コンサトシ監督映画4本ね全部、見てですね1本ずつ語っていこうの回に第2回目、うん、今日は千年女優でございます、おーい、はい、ということでね、うん、一気に話していこうという、そうですね、前回長くなってしまいましたからねいやこの調子だと同じ尺でしょ多分だけどでもさっきも言ったけど、うん、本当にやっぱあのカッキーの腰の入れ、うん、本腰の入れ方が尋常じゃ、うん、桁違いですねやっぱね、そうですよ、何なんですかいや、いつもすごいんですけど、うん、はい、やっぱそのこのジブリ、もののけあたりから、うん、なんならナウシカあたりから、うん、だからエヴァもそうか、うん、アニメーションへの興味、うん、好奇心みたいなものがやっぱ、うん、なんかこのガーッとこうのめり込む、すごいですねやっぱね、だからこれそのパプリカの時に話しますけど、はいはい、やっぱ僕虚構に生きてると思うんですよ基本的に、自分が、はい、うん、虚構にリアルを感じてるんで、虚構の中にリアル、まあ、前回ね、はい、みんな虚構を通してコミュニケーションを取ってるんだって言ったけど、はい、この後パプリカの話の時に、まあ、ちょっと したいんだけど、うん、やっぱ社会性、うん、つまり虚構だなのに、うん、虚構じゃないように振る舞っていますよね皆さん、うんうんうん、つまりそこにモラルと社会性とルールがあると思うんですけど、はいはい、それに対して虚構の中で生きるっていうことができて、うん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 、まあ、そういう人物が出てくるのがパプリカだなって思いまして、それで僕やっぱ割と虚構側の人間なので、虚構マンってことですね、はい、アニメーションの方がシンパシー感じるかなそうだろうね、はい、だからアニメ作品最近は、うん、語り出してから尺が尋常じゃなくて長くなってますよね、これだからもう本当キモいこと言うけど、うん、俺ずっと漫画の中の登場人物だと思って生きてきたから、うん、自分自身が、はい、松本零士作品が漫画で言うとすごい好きで、39とか、うん、あの男多いの、あの四畳半も、元祖四畳半とか好きで見てると、うん、あの世界ってさ、うん、例えばさバイトしてさ、うん、ラーメンとかさ間違って店とか行っちゃってさバカバーンバーンとかに投げられてさ、はいはい、で帰ってウィーとか言って帰ったらさ何やってんだってバーンってやってさ、うん、クビだーとか出てけーみたいになってさギャーってなるじゃん、うん、そうするとさチーくびになっちまってる、はいはい、じゃあお前ラーメンでも食いに行くか、うん、飲もうぜみたいになってさ、うん、アハハハハって寝るみたいな、うん、俺そういう人生だと思ってたそしたらさ現実はさあそうじゃないね、1回でもクビになったらさ、うん、俺マジでもう生きていけないわぐらい落ち込むじゃん、ね、ラーメン食ってる場合じゃない、ないじゃん、うん、もうむしろ怒鳴られたりしたらさ、うん、あもうマジ怖い無理、あ俺なんでこんなダメな人間なんだろうってさ、はい、あんな笑って、ね、酒飲んで寝て、うん、みたいな忘れるみたいなね、無理じゃない、無理だね、なんだよ現実あんなんじゃねえのかよって、うん、チェって思ってる、そう25歳ぐらいの時に思って、うんうんうん、それが嫌でなるほど、虚構出身なんだ、そう虚構出身なんだ今でもなんか俺漫画の中の線画みたいなイメージで生きてるから、ああなるほど、そうそうそう、だからこそこう思い入れがあるっていうか、ね、やっぱねそうアニメーション作品見るとね感情移入したよねもうこの時点長いんだいらないんだよ、いやいやいやこの時間いらない、今日はだから千年女優、千年女優ですよ、はい、うん、どうでした千年女優さ、スリーナインみたいな話ですね、なんかちょっとそういや、そう思った、うん、見直してて、うん、まあカッキーと一緒に語るってことを考えた上で、うん、めちゃくちゃスリーナインじゃんって、うんうん、まあ、僕そんなスリーナインめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんだけど、うん、なんか近いなと思って、うん、カッキー結構お好きなのかなこの作品はって、うん、まず思った、はい、非常に、はい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 、でその上で、うん、なんだろう、まあ僕パーフェクトブルーをの見た印象でね、うん、あの当時からだけど、あの印象で千年女優行ったから、うん、なんてこう一途な、うん、まあラブストーリーじゃないですか、そうですね、時空を超え、うん、まあ
時空を超えた、うん、まあだからキャッチコピーより1000年かけても会いたい人を追い求めていくみたいな話じゃないですか、うんうん、でなんかそれがやっぱなんてあのピュアでこうある意味純粋というか、うん、まあそれこそあの作り物っぽいんだけど、このピュアさは、うん、この一人の人をずっと、うん、まあ、結婚はするけど、うん、でも心の中にはこう大事に留めておいて、うん、常にこう追いかけている人っていう話だから、なんて純粋でピュアなまっすぐなラブストーリーなんだろうってギャップでまず驚いたっていう。ああ、まあ内容がね、まず初見で最高感ないもんね、全くないし、全くない、素敵な話だなっていう、結構びっくりしたのはすごい覚えてて。でもさ、うん、あれだね、うん、さっきの話でさ、サイコスリラーは頼まれてコンサート監督がやったって聞くと、うんうん、そもそもコン監督ってサイコスリラーやる気ないんだろ。そう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 、その後の作品群見ても、そうそう、なんでだろうとは思ってたんですよね、うんうん、もう一回やってもいいの、ね、だしパーフェクトブルーなんてね、めちゃくちゃサイスペンスとしてよくできてるから、うんうん、なおさら、ね、この感じでいかないんだ、才能あるんでしょ、その才能もあるんでしょって思うよね。そう、パプリカだけ唯一なんか事件性っぽいのはあるけど、ミステリーね、そう、でもそこまででもないしとかあって、うん、これってミステリーって言ってるもんね。そう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 、うん、だちょっとミステリーもちょっと引いてみてるぐらいの感じじゃない、うん、あそこまでいっちゃうと、うんうん、そうっていう感覚があって、まあ、こう改めて見直してやっぱそれもある意味いい違和感として、うん、感じて、あのさっきのパーフェクトブルーの話じゃないけど、うん、なんかみんなあるんよなって思ったんですよ、うん、僕は、うん、なんか初恋の話じゃんこれって。そうだね、その、うん、でこれ初恋って別にその叶う叶わないとかじゃなくて、うん、自分の中にその人がずっといて、うん、何かあるごとに、うん、人生いろいろあるごとに、うん、何かでやっぱ思い出すし、うん、そのいやらしい意味でじゃなくて、うん、ああなんかあの時キラキラしてたなっていうか、うん、あの時の自分がすごくなんか多分いろいろ利害関係考えず今ほど大人になってない時にしてた恋って、うん、なんか良かったなって思える感じって多々あるじゃないですか、うん、でそれでなんか頑張れるっていうことってあるし、うん、なんかこう自分の人生にこうキラキラが戻ってくる感じ、うん、みたいなのって、うん、やっぱ誰しもがすごいあるなって思って、うん、だからなんかその最初見た時なんかあの初めて見た時はあの鍵は結局何だったんだよとか、うん、いやあの男の人は結局何者なのとか、うん、はっきりしろよとか思ってたりしたんですよ、うん、初めて見た時は、ね、でもやっぱ見直すと、うん、いやこれでいいんだよなっていうか、うんうん、そのそこじゃないよ、そこじゃない話だな、うんうん、会えなくていいし、うん、その自分の中にそのなんだ、そうさっきの話なんですよね、うん、そのそれこそ虚構っていうかその、うん、自分が思う理想のあの人、うん、で顔も思い出せないって言ってるけど、うん、それでいいんだっていうか、うんうん、あの顔も思い出せないんだろうけど、あの感じその思い出っていうかあの記憶自体がもう崇高なものっていうか、うん、あの自分が頑張る何かの原動力になっているからっていう話だから、うんうん、だからその会えなくていいし、うん、だから例えばその自分の現実の話で言うと初めて恋した女の子って多分思い出補正でめちゃくちゃ可愛く見えてるじゃないですか自分の中で、うんうん、でも多分実際そうなんじゃないだろうし、うん、でもなんかこういろんなこうフィルターかかってあめちゃくちゃいい子だったなって思ってる、うん、でも多分この年になってまあ例えば数年後60歳とかになって、うん、じゃああの初恋の人に会えましたってなった時に多分ちょっとこうあれ思ってたんと違うって思っちゃうんだろうし、うんうん、であの主人公もあの鏡で自分を見た時にあの時の私じゃないから会えないって思う感覚とかもきっとあるだろうしって思ったら、うんうん、なんかだからさあの、うん、君の名はでさ最後会えるじゃん、うんうん、でさ君の名はってなるけどさ、うんうんうん、あの時さぶっちゃけ俺の中の気持ちでさあこの女の子じゃないんだよなって思いません？なんか俺そこが一番ちょっとねなんかその、うんうん、あ成長したらこの子こんな感じなんだっていうのが、うん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 、なんかその思い描いてた感じとちょっと違うっていうちょっとねなんだろうな、だから感動しきれないとかあるんですよ。会っちゃってるからね、それは。そうなんです。で会ってなかったらそうじゃないもんね、うん、そう、あの自分の理想のままでいれる、うん、あの高校時代のお互いあの、うん、まんまでいられたのね。そうそうそう、やっぱり理想で追いかける相手って、うん、それでいいのかな、金閣寺ね、そうそうって思える、うん、っていうふうに千年女優で思ったんですよ、うん、でそしたらさっきパーフェクトブルーの回で、うん、そういう話をしてたから、うん、あそういう人だと思ったっていうのが僕の千年女優ですね、うんうんうん、はい、はい、どうですか、はい、いやそうですね、で、はいはい、俺がいつもしてる、うん、やっぱ銀河鉄道の夜、うんうん、で僕があのジョマンニでカンパネラ、あジョマンニとカンパネラが、はいはい、いつも結局乗ってるって、うん、
だけどその現実、うんうんうん、ごめんねすげえこれもう僕はいつもしてる話なんで端折ってしますけど、はい、そのジョバンニとカンパネラがいると、うん、39であの銀河鉄道の夜に出てくるんですよ、うんうん、でもう現実では疎遠なんですよその2人は、うんうんうん、なんならいじめっ子グループにカンパネラいるんですよ、うんうん、でもだけどカンパネラが直接自分をいじめてくることはないぐらいの距離感、はい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 、でも昔は仲良かった親友だったはず、うん、で寂しいんですよねカンパネラ、うんうん、あジョバンニは毎日頑張ってて、うんうん、である日夜土手に行くと あるお祭りの夜、うん、土手に行くと銀河鉄道が来てですね、うん、そこに乗ると なぜかカンパネラがいるんですよ、うん、で、うん、2人で電車に乗って2人だけになったら、うん、あの頃のまんまのカンパネラがいて、うん、で2人でいろんな星を回って綺麗だね綺麗だねって言って、うん、はって起きると、うん、自分は土手にいて、うん、帰るとカンパネラが死んじゃってるっていうのが、まあ、銀ごめんねこれちょっと銀河鉄道の夜のネタバレになっちゃうけど、まあ、入れときましょう、ね、そうそうねあんだけどそういう話じゃない、うん、でまさに僕そのじゃあ銀河鉄道って何かっていうとやっぱねもう思い出の世界、うん、だから僕もさ大切な人たちいっぱいもう小学校時代の野口くんもいるし、うん、あの大もう一番好きだった女の子とか、うん、あの時のあの人とかみんな、うん、あの僕に本を教えてくれた師匠のおじさんとかいるんだけど、うんうんうん、みんな俺のやっぱ今でもあのところのまま、はい、あのイメージのあの時のあの人間性のまま、うん、あの僕の中にいるんだけど、はい、実際はもう20年経ってるわけですよ。そうですね。野口くんこの前ちょっと会いまして、おお、会っちゃったんだ。会ったんですけど、うん、よそよしかったー。大人になっちゃった。そう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 。兄貴元気みたいな。めっちゃ仲良かったんだよ本当にもう。ね、なんかそれじゃん現実はそれでも俺の中の野口くんは、うん、さっきの虚構ね、はい、虚構の僕の中の虚構の野口くんは今でも毎日遊んでたあの時の野口くんしかいないから20年前の野口くんがここにいるってことでしょ。そういるんですよ、うん、これね、パプリカだとね友達っていうワードまで行くんだね。なるほど。そうね、つまり友達っていう虚構まで行くんだけど、うん、だから虚構っていうとだから虚構対現実の話前回もしたけど、うん、虚構っていうとまあ言ってしまえば僕はある意味嘘みたいな、うんうん、インチキみたいななんかまあないものだから本当は虚構、うんうん、実際に僕の心の中にある現実はもうこの世界ないんだから、うんうん、そうだねそうだね、うん、ないわけですよね、うん、だけどなんでこれがこんなに美しいかなぜ銀河鉄道の夜が素晴らしい小説なのかって、うんうんうん、今回その千年獣見ててまあ今回もアニメーション技法前回同様、うんうん、もう演出バキバキっすよ。バキバキですね、うん、でなんかまあ絵も綺麗じゃない、うん、昔風の感じの色合いでずっと進んでいって、うんうん、で相手の人の顔がよく見えなくてね、はい、画家のね、そうだね、うん、こうなんだけど、うん、それだけがリアルなんだよね逆に言うとね、うんうん、だから虚構って嘘ってなんだけど自分にとってのなんかリアリティって、うん、現実よりも虚構の方がリアリティがあるわけじゃん個人の感じ方としてっていうことですね。だからずっと自分の中ではあの頃、うん、あの子はあの子のまんま自分の中で印象として残り続けてるから、うん、だから別にそれは俺の中のリアルなんだよね、うん、20年経ってるから虚構っちゃ虚構なんだろうけど、うん、個人の感じ方としてはそれが一番リアルなんだよね。そう今回のその青年女優のその相手を思う気持ちその銀河鉄道と一緒だって言ってたのは、うん、僕ねこれねそれを銀河鉄道的だなって思った時にね死ぬなって思ったんですよ。死ぬな死だ、うん、死が現れるなって思ったの、うん、なんでかっていうと、うん、死こそ虚構だから。ほう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 。死っていうのは最高に尊い虚構で、うんうん、なぜなら僕たちは死ぬ先を絶対に知ることができないんですよ、うん、だから僕たち死を知ることは 100% ないって死だけは体験できないっていう、うん、死んでしまうから、うん、でもっと言うとその思い出って俺天国だなって思ってるんですよ、うん、だからその銀河鉄道の夜の黄泉の世界っていう人いるのよ。はあ、はあ、なるほど。実際にあのカンパネラ死んじゃってるから現実世界だ。だからこれ黄泉の世界だったんじゃないか。でも俺は思い出だと思ってるのよ、うん、思い出のさっき言った自分の中の現実、うん、で自分の中の現実って理想化されている、うん、もう天国なわけ、うん、だから天国に行って会えるよやっと会えるよって言ってるのは自分の中の理想化された世界つまり思い出に戻るってことじゃん。さっき言ってた野口くんに死んだら会えるそう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 。それって思い出に帰るってことだよね、うんうん、だから思い出こそ天国、うん、で天国は、うん、イデアなわけですよ、はい、だから上に、はいはい、上に天国があって、うんうん、イデアであって、うん、銀河鉄道の中っていうのはその理想化された自分の中のイデアっていうの存在、うんうんうん、
最高の状態、うんうん、マックスのやつでしょ。マックスの一番綺麗な状態、うんうん、死っていうものがすごくそれに密接にかかっていくものだなと思って、ね、うん、ああ多分これなんか死ぬとは思わなかったけど死が表現されるな、なるほどって思ってたら死ぬじゃん、死ぬじゃんでしかもちゃんと死の世界に、うんうん、しかも最後宇宙行くじゃん、そうそうそう、飛んでくとこね、うん、え銀河鉄道じゃんで死んでね、そうだよね。でもう一個やっぱりさっき言ったそれっていう演出表現をしているあの作為あるクリエイトっていうのがやっぱりカメラマンの存在ね、うん、であのまず取材に行くと、はい、社長があのねビデオを見ながらモノマネしてるところから始まって、はい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 、でグイーンって巻き戻しながら千年女優って出て、もう永遠の女優ってことですよ ね、 もう千年女優っていうのは、うん、で永遠の女優なわけですよ。で行くと、で行く時にもう年取ってどんな人か分かりませんよって言ったらさ、うん、いや年を取らないんだみたいな、千代子さんはね、そう、まあ、美しいおばあちゃんが出てくる、でももうおばあちゃん、そうですね、現実はもうおばあちゃん出てくる、で昔話をするとその役者の頃の、うん、あのおばあちゃんが若い子から映っていく、うん、でここで面白いのがそのカメラマンがその世界の中にいるっていう描写が入った途端に、うん、もう嘘じゃん、そうですね、いきなり嘘始まる、ね、そう嘘が始まる、でこの嘘は何かっていうと、はい、こっから先は絶対に編集されたものです、うん、だからこれはドキュメントっていう虚像から、うんうん、はい、虚構のお話です、手が加わってますよっていうね、はい、そう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 、うん、っていうのが始まって、ああじゃあそうじゃん、本当に監督がクリエイトしている虚構の現実の話ですっていう、うんうん、これは虚構のドキュメントですっていう作者のメッセージがめちゃくちゃそこに詰まってる、はい、だからもうめ超メタだよね、メタ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 なわけよ前回もね、もう嘘をこっちに見せてるわけなんですけど、はいはいはい、アニメーションで見されてるこの嘘は誰目線で見てるかっていうと、あのカメラマンだよね、うん、多分そう見えるね、恐らくあのカメラマン若いやつ、うん、視点だよね、だから、うん、あのおばあちゃんの女優さんも、うん、自分の社長もみんなその役者になって出てきちゃうっていうさ、うん、その世界に入り込んでて、ね、カメラマンだけが入ってないっていう、うんうん、だからあれが俺らで、俺らは見せられてる側ですよね、そうそうそう、いやめっちゃ面白いな、これもやっぱパーフェクトブルーの延長線だと思ったのが、うん、あの女優さんが、うん、おばあちゃんが、うん、えこれ映画の中の話だったんすかとかなるところある、はいはい、ね、でもうなんかさ、あすいませんもう本当私も話したいように話しちゃってとか、うん、いいんですよもう話したい、うん、話してくださいみたいな、うん、で2人でその昔の映画になりきってはしゃいじゃってるっていう現実の描写が入るじゃん、うんうんうん、あこのおばあちゃんにとって自分語りすることすら、うん、役者のとしての自分を表現するときに、うんうんうん、あの嘘なんだよね、うん、演じてんだよね、うんうん、つまり、なんだっけ名前、千代子さん、千代子さんの話をしてるのに、うん、千代子さん自体が演じちゃってんだよね、そうだよね、演じて、うん、その社長と盛り上がっちゃってんだよね、うん、だから実際兜かぶったりとかしてたからね、そうそうそう、あの人がね、うん、でわーとかやってて、うん、いや あなたの話じゃないのこれあなたは誰を演じてんの、うん、千代子さんは演じてるの、うん、じゃあ本当のあなたはって話じゃないじゃんこれ、うん、そうだね、そうだね、そういうことじゃないよっていうさ、うん、この編集されたドキュメントの話だから、うん、だからあさっきそのパーフェクトのみまちゃんもそうだけど、うんうん、演じてんだよみんな自分をっていう、なるほど、なるほど、本当の自分ってことじゃなくて、うん、その虚構の自分に憧れてそれになるために演じてるっていう、うん、でもそれが現実っていう、だから千代子さんが喋ってる話じゃないあれ一応、うんうん、回想だけど、うん、千代子さん視点だから、うん、ちょっと自分をもしかしたらいいように演じてることもあるかもしれない、そうそう、そう、めちゃくちゃ ね、 そうね、脚色してね、うん、なんなら映画の話盛り込んでもうめちゃくちゃな話にしてるけど、うん、でもそのっていう虚構のリアルっていうことだよね、うんうんうん、だから嘘か本当かってことではなくて、それをリアルだと感じている話、はい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 、だから見てると、うん、あれこれどっちだとか思うし、うん、あれかこれは映画なんだ、うん、これは回想なんだ、うん、あこれはこっちかとか思うけど、うん、そこがどうこうじゃなくて、うん、っていうことですよね、そう、でそうやって見せていくことで、あ虚構ってリアルなんだってことだよね、はいはいはい、圧倒的に、あーだから、そうね、あーそっか、そうさっき言った、うんうん、あの大好きなあの子、はいはいはい、嘘でもう嘘になってるなんだけど、うん、もう自分たちはそうあれこそリアルなんだよねっていう、千代子さんにとってのめちゃくちゃリアルな話ってことでしょそうそうそう、うん、臨場感を持った話そうだよ、ね、わけですよ、嘘だらけの、うんうん、じゃあどういう話で終わっていくのかなってなったら、うん、もう顔も覚えてなかったないんですって打ちひがれるじゃない、うん、で自分の顔でさ、俺あの途中でなんかおばあちゃんに薬みたいに飲まされてさ、うんうん、あ千年中でなんかあんたが憎いみたいな、うんうん、その時にこれは
おばこのおばあちゃんが嘘で話しているリアルの話だから、うん、意味がある話をしているわけですよ、うん、絶対、うん、つまりただ嘘を言ってるんじゃなくって、うんうん、あのおばあちゃんにとってのリアルを話してるから、うんうんうん、あじゃあ絶対意味があるじゃああの人何を飲み、うん、何を言われあの白髪のばあばあ何なんだろう、うん、って思ってたら割と後半ちゃんと説明してくれるじゃん、うんうん、結局自分だったわけじゃないですか、はいはい、あれって、うんつまりバーチャルミマですあれ、うんうん、バーチャルミマそう自分を追い立てる姿は違うけれども、うんうん、だから腹をくくったわけじゃない、うん、あの人追いかけるって思って、うん、好きなんだけど思い焦がれてるんだけど、うん、やっぱりずっと分かってるわけだよね、うん、それって本当にその人いるの、うんうんうん、存在してしかもその人のこと何を知ってんのかもそうだよ、ね、大して知らないじゃんあのおばあちゃん全然知らない、ね、そうずっと自分の虚像のその人を追っかけてて、うん、で途中であ名前も知らないってあもう顔も思い出せないってなった後に、うん、自分を見てあのあもう年老いてね、うん、あの人の中の私すらもう私は変わってるんだと、うん、ことに気づいてしまう、うんうんでなんで気づかなかったのかって言ったら自分はずっとイデアにいたからだよねそうだね、うん、あの枯れることない花だったんだよね自分はずっとねそう花として最高の自分を思い描いて生きてきたけど天国にそう、うんうんね、いたから、うん、入り浸ってた入り浸ってた、うん、でも鏡見た時に、うん、あ現実の自分は老けてくから、うん、そうだね、うん、これじゃ会えねえっつって会えねえっつって、うんうん、もうあの時にあのようにはできないんだ、うんうんうん、ってなってくっていうのがなんだろうなやっぱりその虚構とリアルでいうところの圧倒的にリアルを描いてくる作家だなってうん、うん、そうだね、うん、あの虚構とリアル分かんないよ作家じゃないはいはいはい、はい、その誰なのかな分かんないそう、そういう、うん、だからなんだろうなそういう越に入る作家じゃないじゃないってことですよね、うんうん、意味があるってことでしょ、うん、あの感じもねそう、うん、あなるほどなそういう監督ってことだ、うん、あなんかちょっと僕も定かに詳しくじゃないんですけど、はい、おばあさんいるじゃん糸車の、うんで、あの糸車のおばあちゃん、なんか見たことあるなって思ったら、うん、あの、黒沢明の蜘蛛の巣城の、全く同じおばあちゃん出てくるの。へぇー。糸車豪華だったから。で、あの、アニメーションの中でも、うん、あの、弓矢かなんかがバババって飛んでくるみたいのが、うん、黒沢明の蜘蛛の巣城も、うん、三船敏郎が、追い詰められて弓矢がバババって飛んでくるっていう有名な場面があって、で、その蜘蛛の巣城のベースが、マクベスなんですよ、確か。はでマクベスって確かその自分の中に出てきた虚構の恐怖に襲われるみたいな話なのよ確かごめんめちゃくちゃふわっとしてるだからそこも多分なんか意識してあの糸車のババアにしてんだろうなっていう感じなんだと思うんですよねなんかあそうでやっぱカメラマンが入ってくるっていうその監督の目線が映画内に入ってくるんですよそうですねこれがねゴッドファーザーに東京ゴッドファーザーにつながるんですねおそれが入ってくる、はい、思いっきり監督が作為的に作品内に入り込んでくる、うん、っていうかその手を入れてくる、うんまあ、つまり神として存在する要は奇跡が起きまくるみたいなそうそうそうああなるほどそういうこと、ねはい、運命を監督がいじるんですよ、うん、めちゃくちゃいじってる、うん、千年女優からより明確にパーフェクトブルーの時は演出で、うん、見せてくるじゃないそうですねだから誰目線か分かんないこれは完璧に監督が編集したもの、うん、っていうのがパーフェクトブルーだったけど、うんその編集者目線がもう作品内に入り込んでいく神の視点として作品をいじってくるっていうなるほどそういう視点の見方ね、うん、めちゃくちゃ面白いですね面白いだ東京ゴッドバスって唯一入れ子構造じゃないじゃん、うん、そうなんだよねそうそういうことそういうことそこがめちゃくちゃ面白くて虚構がリアルだよねの極地、うん、そうだね、はい、虚構のみがリアルになってくる、うん、行くとこまで行ってるよねそうそうそうあれはね、うんうん、だから虚構とリアルが分かんなくなるとこじゃないリアルそのものがもう虚構でしかない、うん、そうだね主人公たち、うん、そうそうそうそれでまあこうユリイカね、うん、あでねそれで言うとこの最後の、うんうん、千年女優の最後のセリフが僕はあこれそのこと言ってんのかな俺分かんないそのこと言ってんのかどうかわかんないけど、うん、ちょっと分かる人いたらすいませんコメントください俺間違ってるかもしれないけどこれどういうこと、うんうん、最後のラストカットでラストシーンでおばあちゃんが、うん、なんかあなたを好きな自分が好きだったからみたいなこと言うじゃん言ってたで俺それ聞いてすげえなえて、うん、それ言うんだ言っちゃうんだと、うん、なんかねなんかそうなのそういう話じゃなくない、うん、急になんかちっちゃくなっちゃいますよね、うん、話がねえ、うん、
そんなことなんだったらもう分かってんじゃんって、こんな長々緻密に、こんな入れ子構造で、アイデアたっぷりしね、すごい斬新な絵つなぎでさ、見せてきてくれて、でしかもなんなら何を語ってるのかも分からなかったのに、ずっと何が言いたい映画なんだってずっと分かんなかった。最後最後に、あなたは好きな私が好きだったからみたいな、そんなちっちゃくまとめていいのっていうね。そうそうそう、なんかポ、ちょっとね、あっってか気持ちになって、あーみたいな、あーって思っちゃったんですよ。はいはいはい、でこれあんま言うと、よくすごいファンの人もいると思うから、あれかなと思ったんだけど、このユニカの中で、この監督、昔から高校時代から知ってる、もう学生時代から知ってるね、漫画家の人がね、この滝沢さんっていう人が寄稿してるんだけど、そこの部分、あ、これちょっとユリイカ読んじゃうのよくないか、まあいいんじゃないですか、いいか、引用します。ユリイカ買ってください。はい、千年女優の使者に誘われたと、で彼の作品は費やした時間が見えるタイプだ。千年女優はまさに老作だった、そこにぶち込まれた膨大なアイデアと作業量にただただ感心した、はい、だがあのラストシーンのセリフを聞いた瞬間、私は思った。違う、それもサトシが無意識にではなく意図的に間違ったのだと。ストーリーを作っていると全てのドミノが完璧に並べたはずなのに、倒れるはずの最後の一枚がどうしても倒れないようなことがある、倒れないその最後の一枚を彼はすり替えたのだ、意図的に、つまりうまくいかなかったから逃げたってこと、だと思ったと、この人は思ったんだと、お気に入ったみたいなことね、はい、でこの後に監督とのやり取りがあって、まあね、まあ、そこだけ一瞬読みますけど、ぜひね買ってくださいね。試写終わりに監督に、刑事役の声優さんが最後のセリフは違うって言うんだよね、と言ってきて、彼はこの質問をするために私を試写に誘ったのだ、っていうやり取りがあるんですよ。ぜひ今気になる人は買ってください。その後そどうなったのか、だからやっぱ、あ、そうなん、もうちょっと読んだ時震えた、そうだよねって思って、ね、思ってよかったんだこの感情合ってたんだと、ね、そうそうそう、やっぱみんな思うんだと思って、というのはなんかそのやっぱり、まあ、さっきから俺虚構だ、虚構なんかない、その虚構がリアルなんだ、わけわかんないことずっと言ってますけど、どっちだよっていう話をずっとしてるんですけど、まあ、どっちもリアルであり、どっちも存在していて、どっちかがどっちかを否定するものじゃない、あなたは好きだから、好きな私が好きだからっていう、そのねすごい明確なね、そうですね、立て分けた、はっきりしちゃう感じだよね、はっきりした回答は、そういう話じゃないって話じゃなかったって思うとこがある先生と、そう顔も思い出せないけど、確かにいるんだよね自分の中にはとか、そこのなんだろうな、どっちも大事な感じっていうか、虚像があるからリアルがあって、でも リアルっていうのは虚像だったりするっていう、このなんだ、そのはっきりした立て分けたセリフがね、あ、そんな自覚的に生きてたんだと悩むことないじゃんって、ないものを求めてる自分、現実の私、そうそうそう、好きってことでしょ、そう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 、それはさみたいなことだよね、そこに焦がれる感じとか、パーフェクトブルーの主人公のように、わけわかんなくなるぐらいに、その虚構に憧れて追いついていこうとするっていうのがリアルでっていう、その曖昧な感じでいてほしかった、そうだよね、いいよ、35分、結局40分、はい、はい、ということで面白かった高評価、チャンネル登録お願いします、お願いします、バイバイ、バイバイ終わりポップ